1957年に導入され、大きさやパンの変更を含め、何度かの変遷を経た。ファストフード業界で最も有名なメニューの一つで、あり、あまりに有名であるがゆえに、バーガーキングは、看板等で自らを、ワッパーの家と宣伝している。地域や国の志向に合わせて、何種類かのワッパーが販売されている。また商品を飽きさせないために、 様々な具材を追加した地域や期間限定のワッパーが販売されることもある。なお、ワッパーとは、波外れて大きなものという意味で、1712年、頃より使用されてきた英単語である。オリジナルのワッパーは、セサミバンズに1、4ポンドのビーフパティ、マヨネーズ、レタス、トマト、ピクルス、ケチャップ、スライスオニオンを挟んだハンバーガーである。 好みで、プロセスチーズ、ベーコン、マスタード、ハラペーニョを追加することもできる。地域限定の香辛料には、バーベキューソース、サルサ、ワカモレがあり、タルタルソース、ハニーマスタード、ステーキソース、ホットソースが選べる地域もある。通常のワッパーのメニューには次のようなものがある。その他のメニューは、パー期間限定のメニュー地域限定の メニューテリヤキワッパー過去に発売されたメニュー、チキンワッパーは、現在でも、ヨーロッパの一部と中東で販売している。アメリカ合衆国、トルコ、ニュージーランドでは、すでに、テンダーグリルチキンサンドイッチに置き換わっている。小さなフレンチフライ、ワッパージュニア、バークエスのルートビア、ハインツのケチャップからなる、バーガーキングの食事セットワッパーは1957年に、 バーガーキングの創業者、ジム・マクリモアによって発明された。ワッパーと名付けた理由は、何か大きいもののイメージを与えるためだった。1980年代の一時期には、ワッパーの総重量は1、3ポンドを超え、バンズは、カイザーロールに変更された。その数年後、ワッパーは、元の形態に戻った。2000年代初期には、1、 サンポンドはバーが復活したが、やはり続かなかった。放送は当初から何度か変わっている。マクドナルドとは異なり、発泡スチレン製の貝殻型容器は使われず、1980年代後半に発泡スチレンの環境負荷が問題になっても、板紙製の容器で商品を販売し続けることができた。紙の使用量を減らすために、 1991年に、板紙製の容器から、廊下味製の容器に変わった。注文を受けてから調理を始めるスタイルに変えてから、すぐ、ウェンディーズで使われているような、アルミ白製の容器の利用も始まった。バーガーキングによるワッパーの当初の宣伝文句の一つは、ワッパーの食べ方は1024通りゼアレ1024ウェイズ2幅ワピルというものであった。 これは、10種類の具材の有無を選択することができたので、210、イコール1024通りの注文の仕方があることを意味していた。このコピーは後に、ワッパーの注文の仕方には221184、の方法が可能であるゼアあれ221184、ポッシブルウェ e ズ s 22, for, a カスタマー m ー r ー r ー a, ワピルサンドウィッチと拡張された。 また別の宣伝文句には、ワッパーを持つには両手が必要である、イットテイクスツーハンズツーハンドルザワピルや、バーガーキング、ワッパーの家バーガーキング、ホームオブザワピルというものがあった。ワッパーの50周年を記念した2007年の広告キャンペーンでは、ワッパーが割引されるというニュースを聞いた本物のラスベガス市民の反応が使われた。後のバージョンでは、 マクドナルドのビッグマックやウェンディーズのシングルに対する同じ反応が使われた。ポスターやトレーライナー等の店内の広告ではビッグマックの大きさや質を批判した。このキャンペーンは2007年から2008年期のレストラン広告の最優秀作の一つとして2009年のエフィアワードを受賞した。2008年に公開された映画インディ・ジョーンズ。 クリスタルスカルの王国とタイアップしてインディワッパーをインクレディブルハルクとタイアップしてアングリーワッパーを販売した。2008年12月、バーガーキングはワッピルバージンズと呼ばれた試食キャンペーンを中心として宣伝キャンペーンを行う権利を購入した。このキャンペーンにはこれまでバーガーキングやマクドナルドの存在を知らず、 ハンバーガーを一度も食べたことがない人が対象とされた。タイのバーンクンチャンカーン、グリーンランドのクルスク、ルーマニアのブデシュティという世界の3カ所で行われた。キャンペーンでは、初体験者は、マクドナルドのビッグマックとバーガーキングのワッパーを食べ比べさせられ、どちらが好みか尋ねられた。結果は、ワッパーが最も人気であったという。 2017年4月、バーガーキングは、Google の許可を取らずに、英語版のこの記事を読ませる CM を作成した。コネクテッドアピルという題の、この CM の内容は、冒頭の客中で説明した通りであり、放映の数日前から本人によるものを含めた、多数の該当記事の編集がされていた。本人によるものも嵐も、明らかに、 ウィキペディアのガイドライン違反である。google も該当音声をブロック。しかしバーガーキングは別バージョンを複数用意しており、そちらはブロックされていなかった模様。その後、ウィキペディアの上位権限者は、該当記事をバーガーキングが編集する前の状態に戻し、保護レベルを半保護に変え、一般ユーザーが書き換えられないようにした。 一連の騒動はその後、Google ホームオブザワピルの台で、フィアレスガールを一票上回って、カンヌライオンズダイレクト部門のグランプリを獲得した。ワッパーという名前は、バーガーキングホールディングスの登録商標であり、の記号をつけて用いられる。ワッパージュニアという名前は、アメリカ合衆国、カナダ、ヨーロッパで登録されている。商標の例、ワッパーは、 世界中で広く知られているため、マクドナルドやウェンディーズ等の競争相手はしばしば、ワッパーストッパーと呼ばれるワッパーによく似たハンバーガーを開発しようとした。ウェンディーズはトッピングは似ているが、バルキーロールに挟まれるビッグクラシックを売り出し、マクドナルドには MCDLT を含む少なくとも6つのバージョンがある。ありがとうございます。